どうもチャックバスです。今私はロックフェラーセンターの前に来ております。こちら有名な像ですよね。で今回ですね、こちらの向かいにあるこちら、セントパトリック教会をね紹介させていただこうと思います。こちらね5番街のど真ん中にある教会で、ステングラグラスもねとても綺麗なものでもしねこれからニューヨーク行かれる方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それでは行ってみます。では中に入ってきました。おーすごいですね。ここも今ね入り口でちゃんと撮影許可を取って撮影させていただいております。せっかくなんでね一周させていただこうかなと思います。ステンドグラスがすごい綺麗ですね。
ね一周しましたので出たいと思います。こういうコインとかもね買えるみたいですね。お土産メダル、お土産のメダルって書いてありますね。いかがだったでしょうか。今回は、セントパトリック教会をね紹介させていただきました。こちらね、入り口で寄付する募金箱みたいなのがありますので、まあ、観光で行かれる方、まあ、強制ではないんですけどね、そういった感じで利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画で、ね、バイバイ。